家計的に食欲旺盛なのに食べないダイエットを繰り返してどんどん太っていた26歳。運動したら食べていい。食べることを許されて幸せになった42歳の週末。2日続けて20キロ行ってみます。おはようございます。体重増えてきちゃったよ。去年に比べたらもう服が全然緩くはなってるんだけど、実はだいたいいつもこの49ぐらいで諦めちゃうんだよね。今年の私は違うから、すっぴんだけどいいのかしら。化粧しよう。デイ1、アンダーマンのランニングイベントで皇居20キロ走ってきました。1キロで死ぬかと思ってたのに20キロはね、走れるようになっちゃうもんなのよ。カメラがね、わーい私これにしました。はい、めちゃくちゃ美味しいね、このリモチめちゃ美味しい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。え、何映ってる、映ってる、はい、普段はお肉、久しぶりのお肉です。すごいね、北千住に肉米っていう、定食屋がある。おいしい。 800g 米食べたからだよね。普段うちの家系は絶対超食べれるんだよな、本当。内臓が強いね。内臓強い。うまいね。山形に来たのに、でもこれ山形の。あ、そうですね。だよね。じゃあいいや。芋煮コーナーが今から楽しみ。飲食物パーティー。ねえ、本当だよね。冷食は芋煮があります。やっぱりバナナ豆乳ちょっと足りなくて、せっかくね山形来た時だから山菜そば悩んだんだけど、これ頼んだらめっちゃすごくない？めっちゃこう山形さんのこんな。いただきまーす。どっち？あ、でも。ラーメン県そぼうこだけあるわ。めっちゃうまい。じゃあみんながちゃんとアップしている。準備体操も超ちゃんとしてる。グッズまで持ってきてる人がめちゃくちゃいる。バルゴトマラソンスクリア。はい、私本日山形に来ている理由はですね、ニューイヤーハーフマラソンのアンバサダーとして山形の人にもニューイヤー来てほしいし、ニューイヤーの人には山形来てほしいって言ってことでね、走っていきたいと思います。レベルの頑張れ頑張れ。ありがとうございます。水彩いつも見てます。頑張ろう。優勝完売、優勝完売。なんかね、また来ました。それ違います。芋煮坂、有名な芋煮坂来たんだけど、これ目の錯覚で、私自分が下ってると思ってみんな登ってると思ったんだけど、私が登って下ってました。
ありがとうございます。集団やってますので、できるだけ前に進んでください。ご機嫌でした。ありがとうございます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 。うめっていうのかな、うめ、え、牛肉だ、おいしい。あの庄内の方の食べてたら豚肉なのよ。あのね、内陸と海の方で違うの、肉が。うめ、うん、牛肉、おお、おいしい。芋、こんなに芋、本当に芋煮。ダメだこれ、食べてみちゃってる昨日からうまい。明日も20キロ走んなきゃいけないから最後の一口、ピタグリ高原がたまり、また動けます。いや、また走れるぐらいの気持ちになる。本当に餅がパワー、なんか餅がパワーフードだから、食べるとなんか走れる気がしてくるまた行きます。また一応20キロ